寒くなりましたね。寒くなりましたね。ねえ。ねえ、もうそうですか。最近飲んでます？え、飲んでます？あんまり飲んでない。忙しくてね。あ、そうですか。飲みはなくてね。僕は忙しいので逆に飲んじゃうんですよ。飲んじゃうまた、その部屋行って。忙しいとついつい飲んじゃうんですよね。なんか食いを作るために。浴びるほど。浴びるほど。ダメですね。ダメですね。しかし、クリスマスですね、もうじき。クリスマス。なんかやるんですか？え？なんかやるんですか？そういうの。その日、イブは休みですね、私。あ、そうですか。そういう日は休むことになった。そういう、はたびの日は。はい、もうはたびはね。はい。なんかやります？そういうのは。いや、まあ一応ね、シャンパン塗りたいとか。いやいやいや、シャンパンは。七面鳥くたいとか。それはもう七面鳥くさいから。あれね、七面鳥まずいよ。まずい。七面鳥ですか？うん。パサパサ、あれは鶏だけど、料理は焼くぐらいですか？焼くか蒸すか揚げるかぐらいでしょ？ですよね。時々ね、なんだ、ターキーのサンドイッチとかっていうの。あって、どんなもんだと、七面鳥の。鳥と変わんないじゃないっていう。そうだ。鳥よりもさもさしてるんだよ、逆に。それだってまだワイルドターキーの方がいいな。ああ、それはいいですね。そっちの方が全然いいね。本当にもう。子供の頃はね、父親が、医薬品、を、その、町医者に卸してて、注射器とかね、そういうのあったんですよ。自分自身ですか。うん。だからそんなのをね、靴下なんか入ってたりするわけ。注射器が針ついてない。あの頃はね、ガラスですよ。あ、ガラスだ。だからなんかこれチッって音がして、ね、抜くときにね。あれがなんともね、妙に揉めてますね。それもらってどうしたんですか。そうそうそう。でもそれちゃんとケースに入ってるから、ね、あのステンレスの。でコットンが入ってたりする。昔のありましたね、それが。はいはいはい。コットンが入って消毒用の。これが妙にね、で、その時だけなんだけど、すぐに飽きるから。遊びはないですもんね。せいぜい水吸って飛ばすとか、そういうことじゃないですもんね。で、針がついてないもんだから別にすぐピューって出ちゃうから。終わっちゃうし。だからね、なんか水鉄砲みたいにして遊んでんだけど、それももうめんどくさくてしょうがないよ。ちょっとしか入んないから。でも、いくらクリスマスでも、注射器もらったって子供はね、多分いないと思います、他に。そうね。そんなだけじゃないですか、ちょっと。いない。そんなわけで、今週も始まりました。ファッツはワンダフルレディオ、ジュリケン。本当に、注射器もらった子供はまずいないよな。いないと思います。親も親だよね。そんなもんでごまかしてんだよ。興味あるよね、なんか。確かにね、チックンって痛くないんだからそれは何年間かもらってたんですか、毎年毎年。いやいやいや、一回だけ。一郎だろ、そこそこなんだよね、注射器。大きくなったねなんて言いながら、それはないんだよ。靴下とか一応入ってるんだ。靴下の中に入ってるっていうのはおかしいでしょ。タンスのところにかかってるんだから、ちゃんとギッてタンスにかかってる注射器ってなんか変な感じで。私は進行役を務めます、文化放送アナウンサーの吉田瑠衣子です。今日の BGM は WAM のラストクリスマスでお送りしていますけれども、それではジュリケン今週もスタートです。なぜ怖い